はい、皆さんこんばんは、モスケです。今日はですね、今まで動画で話したことないような話をしようかなと思います。まあ取り留めのないぐしゃぐしゃの話になると思うので、まあここで再生を止めていただいてもいいかなと思うんですけども、こないだですね、京都 FS01 局さん、まあ軽トラのお兄さんですねから、ツイッター上で、まあ、ももすけは最近動画の収益とか再生数に走って、仲間をないがしろにしてるみたいな風にね、まあ、書かれてですね、まあ、やっぱその、知ってる人にね、よく知ってる人にそうやって書かれると僕も、もうすごくね、心苦しいですよね。どうやって言えばいいのかなっていう。で、まあずっともやもやしてるんですけど、まあそれについてね、話をしようかなと思って、まあ、まず最初に言うと、僕は再生数稼ごうと思ってるし、収益も稼ごうと思ってます。これはですね、嘘偽りなく、まあ正直に言って、どこうと思います。じゃあなぜそこに力を入れてるかっていうと、まあ理由は大きく2つあるんですよね。で、まあその理由を話す前に、まあ実際ですね、僕の動画って、まあ、収益の話でどれぐらい収益あるのかって気になる方もねいらっしゃると思うんで話しておくと、僕の動画ってで、大体、こう、再生数に対しての率っていうのが、1再生あたり 0.3 から 0.5 円。まあ、動画の作りによって変わったりとか、あとはその、時期によって、YouTube への広告の出稿数が変わるんで、広告の出現率が変わるので、まあ、低い時で 0.3 円。高い時で 0.5 円。まあ、そうするとですね、僕の動画の月間再生回数っていうのが、まあ記録を見るとね、わかると思うので、まあおのずとどれぐらい収益があるかっていうのもわかると思うんですが、まあもちろんですね、元手がかかっているので、入ってきてるお金イコール儲けではないので、まあまだまだと、た感じではあるんですけども、で、そのまず一つ目の理由としては、まあこれは最初からそうだったわけじゃないんですけど、この動画の収益っていうのは、僕の会社の収益の一部になってます。で、まあ僕がこう普段の行動を見ててサラリーマンじゃないなっていうのは、もう分かってしまうと思うんですけども、自分で、まあ超弱小零細企業ですけども、自分で会社をやって、で、まあそれはですね、まあウェブデザインとかウェブコンサルティングの会社なんですけども、まあ、僕はデザインとかしませんよ、そういうセンスはないですから。まあホームページ作るとしたら、僕は、企画とか設計とか進行管理をして、まあデザイナーさんとか、コーディングするコーダーさんとか、プログラム書くエンジニアさんとかにね、まあこう仕事を振っていくというようなことをするんですけども、で、まあウェブコンサルティングって仕事は何て言うのか、何やってるのってよく言われるんですけど、まあお客さんが例えば、いくらの予算、何百万の予算で、まあこういったキャンペーンをやるから、それで、ウェブを使いたいって言った時に、じゃあその予算で、まあウェブサイトをね、ランディングページ作るのはこれぐらいの費用ですね。で、SNS の運用に、まあこういう費用を投じて、こういう手間をかけて、こういうふうにやっていきましょう。で、他にもまあチラシとか、他のものはこういうふうに予算かけましょうっていうのを、まあ一括して予算もらって割り振って、で、もちろん僕の利益もいただいてというような、まあ、ことをするんですね。まあ、その中で、だからホームページ作ったりとか、そういったことが多いので、まあ、ホームページ制作っていうのはよくやるんですけども、
まあ、だからホームページ屋さんっちゃホームページ屋さんっていうのも、だからホームページ屋さんじゃないんだよな。まあ、その辺は難しいんですけど、まあ、そんな仕事をしてます。で、正直ですね、僕がモモスケというキャラクター、YouTube をやってるからいただいてる仕事っていうのも結構あるんですね。その、ご縁で、まあ、ウェブサイトの制作いただいさせていただいて、まあ、運営をサポートさせていただいたりとか、僕が YouTuber、まあ、ヘッポコですけど、YouTuber だから、企業の YouTuber アカウントの、運用支援、運営支援みたいなことをさせて、コンサルティングをさせていただいたりとか、まあ、動画の、制作を、まあ、僕が編集するわけじゃないんだけど、まあ、僕が窓口になって、こう受けて、まあ、動画の制作、編集をね、したりとかってこともしてます。まあ、そんな感じで、まあ、YouTube をやってる、YouTube そのものの収益と、YouTube をやっていることで来る仕事っていうのが僕の会社の売上の一部。まあ、一部なんですけど、になってると。いうことで、まあ、やっぱ動画続けるにしても、これだけやっぱそのチャンネルが、まあ、成長したってことじゃないんですけど、まあ、僕が好きでやってるんでね、そこはなんとも難しいんですけど、やっぱ今の感じだとやっぱそのお金が入ってくるから時間を使えてるっていうのがあるので、やっぱね、ここはその収益は欲しいなっていうのは正直なところです。そうしないと僕もね、企業経営やりながらこうやってやっていくっていうことがね、やっぱできないんですね。で、まあ、来年の春も新卒で新しく入ってくるね、子もいるけども、やっぱそのね、当然採用するってことは、その人の人生の一部を責任持つわけなので、自分の会社潰すわけにいかないので、まあ、やっぱその、ね、通常の今までずっとやってきた仕事も、YouTube 関係の仕事も、それで入ってくる仕事も、少しでも、まあ、収益上げたいっていうのは、もうこれは正直な思いです。で、まあ、もう一つの理由っていうのが、まあ、これはまた別の動画で話そうかなと思ってるんだけど、まあ、1月2月頃にですね、まあ、いろいろと、まあ、問題が起きたんですね。で、まあ、SNS 上、Twitter 上で、まあ、攻撃してきた人もいるし、で、実際にその、リアルなね、ところで、まあ、その会社とか、何の音？何の音今の。まあ、アタックさんは、こう、仕事に支障をきたして、で、まあ、ずっとね、やってた夜勤のね、仕事から、今はもう別のね、昼間、ね、別のことを今してて、まあ、僕もですね、自宅に、まあ、害があるようなことっていうのがあって、まあ、これですね、その今後もこういうことが起こり得ると思うんですよね。で、僕らがどんなにその配慮しても、やっぱりそのね、僕らのことを快く思わなくてなぜか攻撃してくる人っていうのは、まあ、出てくる可能性ありますよね。で、その時に、まあ、僕自身は僕の選択でやってるわけだし、自分のケツは自分で拭かなきゃいけないので、まあまあまあ、その家族に迷惑がかかるとかっていうのはちょっと、まあ、困るっていうか、本当、なんて言えばいいのかな。それは、好ましくないことなんだけど、まあ、なんとかするしかないんだけど、やっぱその、僕の動画って、やっぱ仲間がいて、仲間が協力してくれるからこそできてるんですよね。
で、その時に、例えばその僕の動画に出てくれる仲間に今後また何かあった時に、それで例えばその攻撃によって仕事を失ったとかってなった時に、僕はやっぱ責任取らなきゃいけないと思ってて、で、そのためにはやっぱ僕が例えばね、その人が、僕の仲間がね、その攻撃によって仕事を失ってしまいましたと。じゃあその新しい仕事見つかるまでなのか、まあそのいつまでなのかとかは分かんないけど、じゃあ僕がうちの会社でね働いてなんとかこうもらって助けられるようなぐらい、自分がその経済的な余裕、経済的な余裕って変なんだけど、自分がそれだけあの会社の経営で余裕を持ってないと責任取れないなっていうふうに思って、だからやっぱりその少しでもまあお金は得ておかないと、そういうリスクを担保できないなっていうふうに思ってるんですよね、うん、そんなこと起きない方がいいに決まってるんですけどね。まあその僕もその敵を作りたいと思ってやってるわけじゃないし、そんなねえ、ことをしてるつもりはないんだけど、やっぱりその、こうやって発信する以上、そうやってなんか、心よく思わないで攻撃してくる人っていうのがいるんですよね、残念ながらね。まあ、でも、その、それ以上に見てくれて、応援してくれる人がたくさんいるっていうのは分かってるし、まあ、ファンがたくさんいる。まあ、ファンっていう言い方を自分でするのは、おこがましいんだけども、応援してくれる人がたくさんいるっていうのも分かってるし、僕の動画を見てライセンスフリー無線始めたとか、ジムニーとかそういう車に興味持ったとか、なんかチェロキー買ったっていう方もこの間コメント欄にいらっしゃったけど、そういう人たちがいる以上やっぱここでやめるわけにはいかないし、ここで負けるわけにはいかないなって思ってるし、それはその、ある意味で、僕の動画で好きなことを見つけてくれた人に対する、なんていうのかな、責任の取り方と違うけど、恩返しっていうのは自分もやっぱ続ける、動画を続けることだなっていうふうに思ってるし、もう僕の人生の中でもここまで来たら、これを、ここでやめるわけにはいかないなとも思ってます。好きでやってるんでね。無線も、動画も、他の遊びも。好きでやり始めたことで、ここまで来たんだから、やっぱ、やめたくないなって。まあ、そのね、人生一度きりなんで、死んだら終わりですから。死んだら骨になって、まあ、それで終わりでしょうって僕は思ってるんで、やっぱ生きてるうちに、ね、こうやってちょっと面白いことを始めたならそれやり遂げたいなっていうふうに思ってるしね。なんかそれをここで我慢して諦めるのは自分の生き方として違うなっていうふうに思うんで、まあ、これからも続けていきたいで、続けていくためにはやっぱり今言ったような、正直もう今の規模とか時間の使い方とかリスクを考えると、再生数の向上、収益の向上は目指さないとやっていけないっていうふうに思ってるんですね。これが間違ってるのか、そのお金を得ることが
間違ってるのかって言われると、その正しいのか間違ってるのか分かんないんだけど、でもそれをうまく得ながら持続性、持続可能なように、まあ、YouTube をねやっていきたいなと思ってます。なんかまあよく分かんない話をしましたけど、まあそんな感じで今後ともねやっていこうと思ってますんで、応援していただければと思います。ぜひ見ていただいている方には今後ともね、こんなやつですがよろしくお願いできればと思ってますんで、今後ともよろしくお願いします。